英語に丸暗記はいりません。実際覚えることは非常にシンプルであると。僕が今まで何万回とやってきた授業の中で一番評判が良かったのが前置詞なんですね。きちんと核をつかめばそんなに覚えることはないんです。英語っていうのは核をつかむことで覚えることは激減します。前置詞っていうのは中学校1年で習うので簡単だと思われてるんですけど、実際は辞書を引くともう10個も20個も意味があるわけですよね。それを3つ4つ5つの意味まで凝縮して、英語に丸暗記はいりません。イメージ、絵が浮かぶんですね。文字を見て絵が浮かぶようになります。その絵が浮かぶことによってネイティブが見えてる世界が見えるようになりますので、英語のセンスが身につくようになるんですよね。英語に丸暗記はいらないんです。普通にこちらは授業を教えてるつもりなんですけれども、感想として一番多かったのは楽しい、面白い、こういう英語の世界があるのは初めてだっていう、そういう感想が一番多かったのが前置詞なので、ぜひこの教材の中でですね、実は英語っていうのは楽しいんだと、中学校1年の時に感じた気持ちっていうのを思い出していただければと思います。前置詞が苦手な理由っていうのは、まず変なことを最初に習ってしまう。オンは上だとか、オブはノって訳すとか、これがもうそもそもの間違いなんですね。ぜひ本当の前置詞というのを理解して本当の英語に触れていってください。英語はきちんと確信をつかめば覚えることはそんなにはないんです。前置詞というのは一番ないがしろにされがちなんですけれども、ある意味英語で一番大事なんじゃないかと。前置詞をきちんと考えることっていうのは、英語をしゃべるネイティブにとってどういう世界が見えてるかって体感することなんですね。オンは上、それではなくってオンは接触と考えることによって、彼らが考えていることがきちんと身に染みてわかるんだと。この教材を何度も繰り返し読むことで、その英語のセンスを肌に染みつけ、ぜひね、英語を見る世界をカラフルなものにしていければなと思っています。今まで前置詞っていうのは、もう意味はこんな意味、あんな意味はこんな意味がある、だから覚えようと、ね、意味はこの意味が特別大事だよとか言われちゃうんですけど、本来意味っていうのは中しかないわけですよね。その中からいろんな意味が生まれてくるんだと。その中をどうやって生かすのか、少ない知識を最大限に生かす方法っていうのをこの授業で話していきます。前置詞をやることによって一番大事なことは、語学のセンスが身につくということなんですよね。語学っていうのは、外国語、英語というものは一つの核心をきちんと捉えることによっていろんな意味が派生してくると。まさに前置詞の世界は同じことですので、前置詞を勉強することによって英語を勉強するセンスが身につきますし、語学を勉強する方法論というのが伝わると思います。